こんにちは、ハマクッキングのお時間です。今回作る料理はこのメスティンを使って鮭バター飯を作ります。材料の紹介です。お米1合、銀鮭、しめじ、コンソメ、雪印バター、これで作ります。メスティンにお米1合と水 200cc ぐらいを入れました。こう水の目安はね、このポッチの下あたりです。ここにコンソメを入れます。かき混ぜます。これで30分間放置します。お米を水に浸して30分経ちました。では具を入れていきます。これで炊いていきます。火をつけます。これで待ちます。今1個目の固形燃料の火が消えたところです。ご飯がね、グツグツ吹き立ってこないんで2個目の固形燃料を使います。これでまた待ちます。ご飯が吹き立ってきました。もう少しですね。今2個目の固形燃料の火が消えたところです。ここでバターを入れます。カチチチ、うわ、これで10分間蒸らします。ご飯を蒸らして10分経ちました。では蓋を開けてみます。いきます。うわ、うまそう。美味しそうに出来上がりました。上の具を取って中のご飯を確認します。お、鮭も柔らかいですね。中のご飯はこんな感じです。しめじご飯になってますね。うわ、美味しそうに炊けました。おこげついてるかな。あ、おこげもちょっとついてますね。もういい感じです。おこげもちょっとついてます。いただきます。うん、うまい。鮭が美味しい。バターの味はそんなしないですね。美味しい鮭です。ご飯いただきます。うん、美味しい。ご飯はね、ほんのりバターの香りがします。バターの味はそんなしないです。うん、ご飯はね、場所によってバターの味が濃いとこがあるバターのなんか量が均一じゃないみたい。うん、この辺りはバターの味が濃い。バジルをかけます。バジルをかけました。いただきます。うん、うまい。香りがいいね。うん、バジルの香りがいい。あ、うまいわ。いや、美味しくできました。大成功です。あとはね、ゆっくりいただきます。これでごちそうさまでした。